窒化ケイ素は化学式 SI3N4 で表される無機化合物、非酸化物セラミックスの代表、シリコンナイトライドとも言う。窒化ケイ素はアルファ症、ベータ症、ガンマ症の多系が存在しており、アルファ症とベータ症が上圧症、ガンマ症は高圧症である。材料開発の対象となるのはアルファ症とベータ症がほとんどである。 共有結合性セラミックスであるために、焼結性が悪いことから、蒸圧焼結で緻密な焼結体の製造が困難である。そのため、焼結除剤を添加した上で、ガス圧焼結炉で焼結することで、焼結体の製造を行われるのがほとんどである。大半の窒化系素セラミックスは、アルファ窒化系素を原料として製造されている。焼結時のアルファから、 ベータ症への相転移の際に、ベータ症の中上粒子が積出、成長し、違法的な材料組織を構築する。この違法的な材料組織を持つことから、ダセラミックスと比較して、非常に優れた破壊人生を持っている。また、規則的な結晶構造を持つため、高熱伝導材料としてのポテンシャルを秘めているが、焼結除剤により形成されるガラス症での熱の、 産卵や不純物の雇用によって、熱伝導率は20から90ワットマーク程度であるが、近年では120ワットマークの熱伝導率を持つ窒化系素基板の開発が報告されている。優れた高度、力学的特性から、ベアリング、タービンブレード、切削工具などに応用されている。ありがとうございます。